はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。金井一世雇われ店長様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮でございます。ありがとう頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。日本改革党が左翼っぽいっていう意見がありまして、党名変更を考えたんですけれども、皆さんのコメントで、そんなことないよ、変えなくていい、という意見が多かったんで、そのまま行こうと思います。党名変えるといろいろめんどくさいですからね。チラシも全部変えないといけないし、のぼりも、あとは何よりめんどくさいのが政治団体、ね、名称変更届けやら、それに伴うですね、銀行口座の口座名、変えるのが一番めんどくさいかな。厳しいし、今マネロン対策で厳しいし、8月4日昨日ですね、麻生副総裁台北で講演、台湾の首都ですかね、いわき市にですね、中央大北中学校っていうのがありまして、中央大北中学校で、そこのあだ名はですね、台北中学校って、なってましたけれども、日米はじめ有志国は強い抑止力を求められている、それは戦う覚悟だ、いざとなったら台湾防衛のため防衛力を使う、まあ防衛力って言いますけど、この場合は武力ですかね。世論、戦うつもりはありませんなんて言ってたら攻められるだけだしな。台湾の国家承認が詐欺では、有事になったら日中共同宣言を破棄する勇気が自民党にあるかな。日中共同宣言っていうのは田中角栄政権が結んだですね、まあ日中国交正常化の時にですね、まあ結んだですね、共同宣言ですね、まあ日韓基本条約みたいな感じのもの、覚悟があるなら党内の中共とつながってる議員追い出せよ、全くだ、X デーまで1年切ってるって噂もあるよね。なんか中国経済的にメタメタらしいですからね。中共の台湾侵略に日本は知らんぷりしない、直接助ける自衛隊出してっていう宣言ですね。これには中共を歯ぎしり、ウクライナは同盟国でも NATO でもないからどこも直接参戦せずに支援にとどめてグダグダになってるわけなんですけれども、力を使うって言ってもですね、日米ともに国家承認もまだの台湾の有事に直接参戦できるんかな、大義名分的に、日米が台湾をですね、国家承認&NATO 入りってことになったら中国と断交ってことになりそうなんですけど、自民党にその覚悟はあるのかな、背に変えられずやるのかな。中国で商売してる経団連は自民党の大スポンサーだし、中国の女大好きウミガメ林芳正と、日本大使で儲かってる河野太郎とか閣僚でね、大臣で幅利かしてんのにできんのかな、日中断交、力を使うまで、自衛隊賛成するまで問題山積みですね。問題つうか難題山積み、ここは他力本願で情けないんですけど、アメリカにゴリ押ししてもらってね、じゃあしゃあないよねって世論にならないと不可能なんじゃ、背に腹変えられないって状況にならないと自民党無理なんじゃ、ことなかれで何もせずに給料もらいたい連中ですもんね、あいつらね。2027年までに NATO 加盟資格の防衛費 2%、GDP2%、 日本で言ったら10兆円ぐらい達成しようとしてるが、日本の加盟に合わせて台湾も加盟って予定かな、台湾が NATO に加盟しちゃったらもう手出しできなくなるんで、中共はその前にことを起こそうとするでしょうね。で、電撃的に占領して電撃的にですね、まあ新しい、何台湾自治区みたいな、しようとするでしょうね。早速共同通信が反応しておりました。挑発的な発言と受け取れられかねず、中国のさらなる反発を招く可能性もある、これはですね、反発してほしい、騒いでほしいっていう意味ですね。いや、そんな感想いらねえから、報道機関なんだから事実だけ淡々と
報道してるって感じなんですけどね。世論です。まさに朝日的表現、こりゃ沖縄タイムスの出番だ。ウイロー通信の感想など必要ない、戦争回避するための牽制だろうが、視点が中共なんだよなこいつら。敵側はこれを挑発だの戦争したがってるだのいうふうに見えると、日本が不自由、主語が中国、戦争回避するための牽制なのにこれが挑発って見えるっていうのは、共同通信は随分とですね、中国共産党と一心同体なんですね。そういうやつはことがなったら真っ先に粛清されるのにね、パヨってその後考えずに、後先考えないで秩序破壊、体制破壊を先行するバカでしてね、共同通信のですね、反発してほしい、騒いでほしいって呼びかけにですね、阿吽の呼吸で反応する共産小池晃。台湾防衛に参加するのは専守防衛に明らかに反する。日本に必要なのは戦う覚悟でなくて、憲法9条に基づき絶対に戦争を起こさせない覚悟こそ求められている。私ね、絶対って言葉使うやつは信用すんなって義務教育で教わりました。皆様も絶対って言葉使うやつ、信用しないでください。中学生、小学生なんかは精神的に幼いやつはよく使ってますね。少年向けのアニメなんか見ててもですね、絶対ここを守るかなんか言って、絶対これうまいとか、精神的に未熟なものが、絶対とか完璧とか完全とか皆無とか、そういう言葉使いたがる傾向にありそうであります。世論、中国に言えよクソバカ。中国に救助を守らせる。あなた方の宗教を押し付けないでもらえますか。サドルにぶっかけないでもらえますか。救助で戦争回避って妄想が過ぎますよ。戦争を起こす起こさないは相手が決めること。救助は日本人の生存権を侵害している悪法だぞ。具体的に憲法9条で戦争を防ぐとは。じゃあとっとと救助でロシア止めてこいよ。専守防衛に反する。専守防衛っていうのは法律でも何でもなくてただの理念、お題目ですね。国家存立に関わる事態において集団的自衛権を行使できると2015年に安保法を改正済みであります。なので違憲とか専守防衛に反するどころか、合法なんですね。この時もですね、対抗を持って国会前に集合だ。パヨがでんでけでんでけ騒いでました。150人ぐらいいたかな。面白そうなんで見物に行っちゃいましたけど、単独でいると分かりにくいんですけど、あいつら集団で行くと一目でね、あこいつら日本人じゃないな、分かりますよ。なんか肌の質感が違うっていうかね、なんつうか皮膚が薄い感じ、匂いで分かるって言った達人もいましたけれどもね。憲法9条に基づき絶対に戦争を起こさない。どうやって、何度聞いても共産党の誰に聞いても答えないんですよね。きっとあいつらも分かってないでしょ。そんなうまい方法思いつかないんでしょ。九条で中共がなんか遠慮すっかって、むしろ伸び伸びと尖閣諸島にちょっかいかけてきてんじゃないの。海保は国交省の所管でして、公明党が国交大臣のうちは中共は伸び伸びと領海侵犯できるそうで、公明党候補の選挙区の皆様よろしくお願いいたします。台湾侵略が近いのか、反スパイ法が効いてるのか、中国観光が激減しているそうであります。2019年、1月2月3月の中国全土の観光客は370万人でしたが、現在は5万人。やっぱり有事が近いんすかね。世論です。減ったなぁ。だってスパイ容疑で逮捕されるかもしれんし、拘束されちゃうから二度と帰れないし、今行くなんて命知らずもいいとこ。中国から帰ってこない人多数、行方不明も多数。そうなのか。欧米では危険な渡航先に指定されている。来日観光客は年間4、3万人なので、3ヶ月だったら1000万人だわ。中国全土で5万人ってさすがに少ないですね。観光客じゃなくてもビジネスでも少なくないか、これ。やっぱり有事が近いのか、異変があるのか。そういえば隠してるけど失業率 40% の絶不景気らしいですね。これって経済崩壊してないかって思うんですけど、中国ではですね、金を貸してる人、債権者や株主を
埋めちゃうんで経済崩壊はないっていうことらしいんですよね。最近知った雑学ですけど、毛満体って使わないらしいんですよ。毛満体、没問題って書いて名運転って言うらしい。債権者や株主埋めちゃえば名運転名運転っていうことなんでしょうか。 TBS 報道特集、特任キャスター、コンピラ金平キムピョン68歳、情報あふれる今こそテレビ新聞は必要とか、毎日新聞の記事ですねこれ、世論です、いらないっすチンピラメディア嘘書いてあるし、テレビ新聞見てるとバカだろ、必要とされてないから落ち目なんでしょ、必要と思われるように頑張れば。情報が溢れてるけどテレビの情報が一番信用できん。台風でも地震でもネットに負けてるでしょうが、まあ、あのスピードで負けてますわね。情報が溢れてるからテレビの嘘もすぐバレるというもの。テレビの信用を地に落とした戦犯の一人と、落ち目の危機は危機感があるんでしょうね。今こそ必要なんだ言ってるカラスとね、今こそ必要って、まあ、必要とされてないって自覚もあるんでしょうね。テレビ新聞ラジオを NHK はなんと故障してるか、内部文書ではこういうのなんて書いてあるかっていうと、伝統メディアって、書いてます、読んでます。 NHK は、まあ、他もそうなんだろうな、見てないですけど、化石メディアとか洗脳メディアの方が実態に近いんじゃないかな。テレビ見てるとバカになると言われながら育ったが、今親がそうなってて悲しいって書き込みありましたよ。3年以上もシリアに拘束されてたプロ人質の安田生まるさん、日本政府がパスポートくれないので提訴した、ブータれておりました。パヨ御用達、外国人記者クラブで会見したそうで、まあ提訴した、訴えた、憲法違反だみたいな感じでね、世論です。人質ビジネス防止のためだ、当時死ぬほど迷惑かけといてよくそんなこと言えるな、まだ反省してなかったか、助けるべきではなかったな、完全に人質ビジネスだっただけでしょう。みんなに駆け込んだら韓国大使館に出してもらえばええやん、韓国に聞かせれば問題ないだろう、生まれ変わった方が早いかもこいつの後ろに誰がいるん。留学中のなんかの行き違いでですね、二度と米国に入国できなかったできなくなった同級生います私なんかもう入国できないんだって米国に、なんかの行き違いでね。殺人とか政治犯など重い前科がある人とか保釈中の人は旅券降りないんじゃなかったでしたっけ、まあうろ覚えなんですけど、だからゴーンはねプライベートジェットで逃亡したんじゃなかったっけな。はっきり言ってウマルさんはテロ組織とつながってるって思われてんですよね。背後には誰がいいんだろうね、もしかして公安監視対象の共産党議員は旅券降りないかもしんないですね。まあ末端の党員赤旗配ってるじいちゃんなんかは降りるかもしんないけど、そういえば C 和夫や小池晃が外遊した話とかとんと聞かない、覚えがない。ありました、こいつら外国に行った事例ありました、知ってる人はコメントで教えてください。驚愕の事実、一人暮らし男性の平均寿命は65歳っていうのはなぜなのか、ネットで議論が起きておりました。世論です、長生きする理由がないから、倒れた時発見されずそのまま死ぬから、食べ過ぎ飲み過ぎ吸い過ぎ、食生活運動、倒れた時発見されない、人生の目標がないから、犬や猫を飼ってる人は比較的長生き、女だと独身の方がなぜか長生きする、既婚者は家族が延命治療するから、独身だと家族がいないと延命治療がないからですかね。まあ自制が効かなくて食べ過ぎ飲み過ぎ吸い過ぎと不規則な生活、いつまでも寝てても怒られないっていう、倒れた時にそのまんまってのがあっかもしれないですね。60代だと親が寿命を迎える頃ですね、二親ともいなくなると気が抜けるんでしょうか。誕生日過ぎとか元旦過ぎとか春になり暖かくなると気が抜けて亡くなる方は
実際多いそうなんですよね。冬越せたっつってほっとしちゃうんですかね。元旦は年越せたっつってほっとしてなくなっちゃう、いう傾向あるそうです。確かに経済的余裕あっから精神的余裕もあって健康にも気を配れるから長命っていうあの寿命経済学っていうのもありますね。高所得男性イコール既婚が多いイコール長命、高所得女性独身が多いけれども長命、低所得女性既婚が多いつうか専業主婦であったりする長命、低所得男性独身が多い短命、犬や猫を飼ってる人は総じて長生きイコールペット飼ってるから長生きなんじゃなくて、ペットが飼えるぐらい経済的に余裕があるから長生き、この子を死んで、この子を残して死んでらんねえっていうのもあるかもしれないですね。あの気力っていうか、夫妻を残して死んでらんねえっていうのも確かにあっかもしれないですね。まああの奥さん先立たれた男はすぐ死んじゃうらしいですけど、旦那さん先立たれた奥さんは長生きするらしいんですけど、もう生成しちゃうのかな。ちょっとあのそうしてみると男はかわいそうだよな、なんて、思います。メール当院大募集であります。読むだけで、頭が良くなるメール当院になってください。毎日届きます。月額990円です。メール当院になって日本改革党をお支えください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。